プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは。新松ブルーアラボです。こんばんは。はい、皆さん、はい、先週の動画見ていただいたでしょうか。はい、はい、まあ、ベイトチーバス、シーバス釣りでねベイトタックルを使う理由ということでね、うん、まあ長々と語らせていただいたんですけれども、長かったね。はい、うん、まあねこれはねシリーズものとしてね今月ベイト月間ということでやらせてもらってるんですよ、うん、なんでね今日は一旦我々がどんなタックルを持ってて、うん、どんな風に使い分けてますかっていう、うん、ところをまあ紹介していこうかなと思います。しましょう。はい。その前に僕たちの遊漁船クランねもうオープンして待っております。はい。今ちょっと調子いいです。今めちゃくちゃ釣れてますね。今ならチャンスかもしれませんね。うん。で予約LINEから公式LINEから受け付けてますんで、概要欄公式LINE出してますんでぜひね乗っていただきたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。というわけで早速本題をやっていきましょう。はい。あ、アイスコーヒーになったんや。そう、もう暑いですよね。はい、皆さん熱中症には気をつけましょう。お気をつけください。はい、というわけでこれね今日はねちょっとね竿がねたくさんあるんですよ。まあ今カメラに入りきってないのかな。入りきってないです。俺の方から見たら圧巻。ちょっとだけ見せてようかな。見て。見える。すごいね。ほとんどフィッシュマンや。そう。まあこれがまあこれね2人分ですね。僕と KY。この2人僕ら2人で所有してるロッドがまあこれぐらいがねメインなんですけども。まあこれについて一本一本どんな竿だよっていうのを、うん、まあこれだけあるんで、うん、ちょっとねさらっと、うん、でどんな時に使ってますみたいなのを、うん、どんなリール乗せてどんな風に使っててどんな使用感ですみたいなところを、うん、軽くゆるく、うん、コーヒーでも飲みながら喋っていきたいと思います、うん、それではねやっていこう。じゃあ、うん、俺のやつと KY のやつを一回分けた方がいいよね、うん、これは本当は俺のものであってほしかったけど俺のじゃない。うん、これが最近ね、最近一番羨ましいさ。最強。でも俺のじゃない。でこれもね俺買おうかめっちゃ迷って最近ね、俺のじゃない。そう迷ったけど俺は別の竿を買ったよねこれの代わりに。はい、そうです。っていう3本。はい。あ、どうもどうも置いといてください。というわけでじゃあどっちのやつからいく？じゃあ先に言ってよ。俺のやつからいく？はい、じゃあね俺のやつ言います。僕が持ってる竿、まあ他にももうちょっとあるんですけど、まあメインで回してる竿がこの4本でベイトってなるとね、でまあこういう順番にしようかな。全部一通り名前教えてや。そう、まずこっち側からね、フィッシュマンさんの BC4 の 5.L 5フィート10インチの L、まあライトなまあいい竿で、これ2本目、これがフィッシュマンさんのビームスリップラウト 78ml 肝付きスペック。なるほどね。はい、で先にこっち見せよっと。はい、3本目、これはつららさんのエルホリゾンテ78、うん、これはもう孫うことなきビッグベイト竿、うん、で最後これ、うん、これはね最近買った、フィッシュマンさんの BC4 の 80MH、うん、これね届いたばっかりでまだ使ったことない。おー、なるほど。そう、これはこれからのお楽しみ竿。わかりました。でそれぞれね使い分けていく頭があるってことね俺には、うん、そうそうまず、うん、基本的になんでやろう、まあこれはねビッグベイトだよ、エルホリはもう完全にビッグベイト。ビッグベイト、うん、ビッグベイトする時は逆にこれしか持っていかん。もう 100g を超えるようなビッグベイト、ビッグベイトやジャイアントベイトまあ、100g ぐらいが気持ちよくて、うん、頑張れば 200g も投げれて、うん、で逆に頑張れば 30g ぐらいまで対応できるから、うん、もうちょっと軽くても 20g とかでも投げれる、うん、まあでもねビッグベイト用のリール積んどるけんさそういう時って、うん、P6 号にリーダー80ポンドですとか、はいはいはい、そんなんでさ20g ありますかないますかぐらいのミノを投げてもさ、うん、ちょっと動かんかったりするけど使わんないけど、うん、まあ竿的には投げれそう、うんうん、なんで強いよホロ竿。なるほど。92のシーバスも釣ったことある。ダウスイで。ダウスイね。もう主導権全部こっちやったダウスイとかそういうルアー投げるときはもうこいつってことね。こいついく。78っていうレングスもちょうどいいし、はいはい、これが好き、うん、ね使ってます。でこのフィッシュマンさんたち、うん、まずこの 5.L かな、うん、5.L は、まあ、ボートの穴打ちティップがすごい曲がるんで、うん、そのフリップキャストでのピン打ちとかがすごいしやすくて、あとショートロッドやけん、うん、そういう意味でも取り回しよく船の上でもやりやすい、うん、バーチカルとかもやりよったよね。平場もやる、うん、平場とかあとはね季節が進んだら、うん、俺これでティップランしようかなとか思ってる今。あとエギングもやったことある。ボートからのキャスティングのエギングでも使えた。しゃくるときもいい感じな。いいよ。やりたい。そう。なんでこれはもう本当にねライトな感じで万能な感じ。なるほど。あと小場所も使える。はいはいはい。まあちょっとレングスタリング足場高い小場所とかはねノンノンやけど。ノンノン。そんな感じでスコーピオン乗せていつも使ってる。でもね、ベイトフィネスリール乗せてもいいかなとか最近ちょっと思い出してる。まあね、うん、そんぐらい繊細よね。そう L やけんね、うん、なんでこれはおすすめ。はい。でリプラウド、うん、これがね今のところ俺の中で一番相棒歴長いね。なるほど。どんな時も一緒やったそんな深い思い出話はいらないんでどんな時に使ってるか。それこそさ、もうその、うん、今やったら稚鮎ちょっと育ってくる稚鮎を釣るデイゲームのドリフトゲームとかさ、うん、川幅が狭めの中流域とか入れてさ、ドンピシャだよね。ドンピシャやね。入れたいとこどこでも入れれるピン打ちのための竿だから。なるほど。神谷さん言いよった、うん、なんかレンジが広いよね使えるルアーの。そうそれマジで下はね 10g 切るものも余裕で投げれて、うん、上は2オンスぐらいまでは気持ちよくて、うん、頑張ったら多分ね 80g とかね 100g 近くまで多分投げれるっていう、うん、本当に万能竿。なるほどね、うん、そういうところが好きちょっとなんか汚れてるごめんね後でやってくださいはい。で最後これ、BC4 の 80MH、うん、これをね買った理由はね、うん、なんて言ってもねバイク調校テレスコの方がね都合は良かったんやけど、うん、でもなんかそのレングスとか、うん、その背負えるウェイトとか、うん、いろいろ加味したところ、うん、俺はこれやろうなって感じで。ウェイトどれぐらいのレンジなんこれやってけな。8から55とかやってる気がする。まあまあやな。やけんリプラウトみたいな何でも版のちょっとヘビーに寄った版かなっていうイメージ。まだちゃんと使ったことないけど分からないんだけど、うん、ちゃんとというか一度も使ったことない、うん、そうだけどどんな時使いたいかっていうとうんそうだな、うん、まあ普通にねウェーディングで、うん、大河川、うん、ウェーディング明暗、うん飛距離がいるところもね、うん、使えると思うし、まあ、ティップも意外と繊細やったもんね、うんうん、やけんそういう小場所とかでちょっと小手先のね、ルアー、うん、例えば X80 とか、うん、ビータケータみたいなのをちょっとだけでチュッチュッチュッとかさ、うん、そういうのもいいかな。で8フィートあるけどさ、うん、多少足場高くてもやれるしかといって9フィートもないけん取り回しもそんなに悪くないし、うん、そこのセクションだけ見たらまあまあなんかごついなって思ったけど、そうやね、ティップ見たらまあまあ細かったやんか。そうなんよ。やっぱそれがフィッシュマン感があるよね。ある、うん、そうなんでこれはこれからねマジで、まあ、ボートにも使えると思うしね。まあね8フィートやったら全然、うん、であとビッグベイトも多分全然できる。だって55まで背負えるって表記されてるってことは多分780余裕やろ、うん、ってなったらこの白パターン落合パターンのでっかいベイトにも多分すっごい対応できると思うよね、うん、すっごい対応するの、うん、なんでこれも絶対に俺は相棒になってくると思うなるほど、うん、でこれに乗せたいのは今カルコンこれを乗せていこうかななんて思ってる。なるほどね。そうなったらよ、うん、ごめんまた続けていい？おいいよ。そうなったらよ、うん、今カルコンさリプラウトに乗せるんだけどさ、うん、これが余るやん。余るねえ、うん、やけんね、うん、スコーピオン MD ポチった。なるほど。やけん左巻きはちょっとまだ遅れてるけどさ、うん、これ届いたら完全にレビューやね。完全にレビュー、うんうん、なるほど。じゃあ今の4本で基本的に釣りは全部回せるって感じ？基本的には回せるけど、受け取るとことかあるん？あのね、一般的なルアーサイズで、うん、一般的なそのね 20g 前後の身の新編とかで、うん、大場所で本当にウェーディングしたいよっていう時は、うん、ドンピシャなのはスピニングを1本スタッカーとおっとよね、うん、俺もねそこが抜けとんよ、うん、やっぱり、ね、なんだかんだ俺昔はねそこにベンダバールの89据えとったんよ。でもそのスピニング好き好き時期に差し掛かったタイミングで売ってしまった。うん、なるほどね。それは今後悔してるね。わかりました。はい。はい。そう。これとあとスタッカートがあれば、うん、俺のシーバスライフは全部網羅してるね今のところ。なるほどね。うん、はい。わかりました。はい。はい。これ楽しい。俺が楽しいだけじゃない。いやもう楽しいよみんな。よかった。うん見てくださってるってことは多分ベイトに惹かれてポチってるはずなんでこの動画を。確かに、うん、はい、はい、そんな感じで、僕はこの4本が今相棒です。はい、はい、わかりました。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい俺が見せて見せてじゃあ順番に1本ずつ見せていくスタイル。いやもう一旦3本ちょっと紹介します。これ全部フィッシュマンや。そうもう最高。まず下からウェイト下から短い順にちょっとこうね。ああそうだね。クローラの 66L プラスでもう1本がエクスパンの7点かな。エクスパンそうで一応最後がリプラウトの90M プラスかなこれは。 M プラスやね、うん、この3本で基本的には回してます。なんでさ、うん、俺が欲しくなるようなさを全部持ってん。いやもうだって仕方ないやん。欲しいってなる感覚が多分一緒やろ。で俺は先に買われたけん買ってないだけやけどじゃあ俺の行動によって行動制限されてたのよ。それは申し訳なかったな。やっぱ早いもん勝ちよ。そうよ、うん、じゃあまずクローラから、はい、これ言わしてください、うん、これはねもう孫うことなきボート、うん、もうボートをメインに考えて買いましたね。うんもうやばいの これに載せてるのがあのメタニウムの23ちょっとあの糸多く巻けますみたいなやつね。筐体20と一緒なのかな。なんか一緒っぽいけど、うん、これね、こういう感じね。そうこんな感じで、でもこれがもうベストのベスト。昨日これ投げさせてもらったやん、一回練習みたいな、うん、やばいね。やばいやろ本当にやばいと思った。本当にやばいやろこれ、うん、もう最高。いろいろ買ってきたけどもこの組み合わせのこのタックル最高。そうなんかね軽く投げただけやのに最後の伸びが想像の3倍ぐらい伸びるよね。やばいよね。なんなのあれ。なんか下投げっていうかアンダーでこうピュッて投げるやん。そしたら大体さなんかこうやっぱ放物線を描いてこう落ちていくやんか、うん、放物線描かんのよ。そうね。そうまっすぐ飛んでいくんよ。完全に藤川球児。ああ野球のね。そうね。そうなんよ。なんでなんやろうね。分からん。リールの性能ももちろんあるし、なんかね俺が投げた感じ俺その MGL スプール3初めて触ったんやけどさそれで、うんうん、その立ち上がりの軽さが多分半端なくいい。あ半端ないよね。いいと思う、うん、それよ。で巻きもメタにもめっちゃいいやんか。めっちゃいい。なんかギアの違いもあるっぽいんやけど、アルミじゃなくてなんか真鍮。えバンタムはバンタムも真鍮。バンタムは若干やっぱヘビーなんよね。重さがあるけん。でもなんかねぬるぬる感はやっぱりメタニウムの方がすごい。あ本当、うん、値段も1万ぐらい上よね。上メタの方が上やね。上か。そうこんないいリールばっかりだった。そう最高。羨ましいね。そのクローラとメタニウムの組み合わせでボートと、うん、あと小場所、うんうん、あそこの水門のとことかさ、でもあんだけ飛ぶんやったらなんか普通にウェディングとか応募できそうやけどね。だってボートでもさ、うん、なんか河川の河口のオープンエリアでも全然不自由なかったもんね。うん、普通にロングキャストもできるし、66の竿でこの場所ちょっとやりにくいんちゃうんと思いながらあの時見よったんやけどさ、うん、木の竿ってもうそんなこと思っとったら俺がおかしいと思った。そう、愚かやったやろ。愚かやった。愚かやろ。なんでこれはマジで忖度抜きに、うん、もう絶対おすすめ。確かにね。おすすめできます。はい、っていうのがまず1個目。なんでバンタン思ったの？はい、好きやったけど。はい、で2個目がこれ、ね、それエクスパン、うん、これはテレスコ、ね、テレスコ、そうテレスコなんやけど、もう何回も言うけどもうテレスコじゃない。そうこれ本当にすごい。この竿もめっちゃいいよね。これめっちゃいい。なんか本当にこの竿さえ乗せとけば基本的にはね、あのボートもいけるし、うん、普通にウェーディングとかでね、だってほぼ8フィートやしね。そうそうそう、いけるっていうのがもうあので、使い勝手も別にテレスコやけんその妥協してるわけじゃなくて、ね、全然これでいいって感じ。本当にこれ目つぶって渡されたらテレスコが分からんよ。分からん、うん、でもやっぱり俺が嫌なのはそのガイド決めるんがめんどい。めんどいね、うん、いやそこだけがちょっとネックやけど、エクスパンはウェイトもね広い。何歩から何歩やったっけ？なんか表記自体は何歩やっけ？5から20何歩とかじゃなかった？6から28って書いてある。そんぐらいよ。やけど全然 40g とか投げれる。投げるよね。エンパシーとかも投げるよね。エンパシーも投げるし、あのスラムドッグモンスター俺も好きな、うん、でトップの操作とか全然余裕やし、やっぱフィッシュマンさんお得意の表記めっちゃ少なめに見積もる、控えめの、そう表記控えめパターン。これは普段バンタムの人よね。バンタムの人、そうもう最高。結構手元に来ていいね、バンタムの重量感が。そういいやろ。いい。これはもう別にテレスコとか関係なくもう普通にいい竿。これはいい竿。いい竿。かなりいい竿。そう。割とこうね広めの河川とかでもいいし、はい、ちょっと小場所とかボートでもいい。なるほど。で最後はリップルアウト。これよ、俺の仇。そう。本当はこれ俺ずっと欲しかった。プラトン M プラスね、うん、これはやっぱり9あるけんさ、うん、大場所とかあとはもうビッグウェイトもこれでやる。もうなんならめんどくさいけんこれ結構 60g ぐらいまで投げれるんやったっけ？表記上はそうやけど、うん、ぶっちゃけ70とかいける。下は？下はね7か8ぐらいじゃなかった？表記。あ、そんなんやったような気がする。こっちに書いてないよね、多分2本目に書いてる多分。なんやけど多分これヘビーバーサタイルみたいな、ちょっとヘビー寄りなのかな。どちらかというとね、バーサタイルの中でもヘビー寄りな感じがするけん 10g が快適かって言われると別に快適じゃない俺の感覚的には。何本ぐらいが一番気持ちいい？20から30。あ、30から30前後とかじゃない？まあ 20g 台とかも全然余裕で投げれるけど、 10g 台を積極的に使おうとはあんまり思わんかな。なるほどね。で乗っけとるんもまあまあ重量あるけんさ、うん、軽く乗っけとる。かっこいいや。もうビジュアル最高。これってもともと違う変えとる。それもね本当は動画にしたかった。これハンドルね、もともとあのなんかぺちゃんこのやつあるやん。ぺちゃんこっていうかなんか平たい取ってのノブが平たいやん、これノブを変えとるじゃなくてハンドルごと変えたんやけど、ここも変わったの？金のとこも変わっとる。探しよったんよそれ、うん、でなんか他社製品のとか探しよったんやけど、うん、全然いいのなくて、うん、それがねあの何やったっけ、あのグラップラーのハンドル、うん、これそれ、あ、そうなんがなんか合うみたいなのをネットで探して見て、うん、マジかよと思って買ってつけたら、うん、もうこれのハンドルみたいじゃない？もうこれのハンドルかと思った俺。やろ？そう。でパワーノブみたいなついとるけんさ、うん、でちょっと長くなるよね、うん、純正より、うん、もうこれしかないと思って、ええの見つけてもった。これいいな。いいやろ。うん。俺のもいいけど。それね。これで愛着あるよね。そう。そういう形式でもいいかなと思ったけど、やっぱ銀しかないよね。ああ、ないね。そう。いい感じのゴールドがなくて探しよったところ、うん、そのハンドルと、そう。そのグラップラーも。ここの差し色の黒もいいね。そうなんよ。ね。グラップラーも島野さんやけどさ。合わんわけがないと。合わんわけがない。でリプラウト。ぶっちゃけその9フィートやけん大場所に持っていくって言ったけど、うん、やっぱりさっき言ったみたいにさ、その通常もうほんとど真ん中のルアーたち 10g20g みたいな、うん、ところ投げようと思ったらやっぱりもうちょっとやばいのがいい、こんなごついのいらんなって感じ、うん、そういう時にまあ幅広く欲張りに使いたい人には合っとるけど、そう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 、ね、そう。俺はもう一本多分クローラの92とかがあったら、うん、もう全フィールド対応買おうよ、うん、無理や。クローラの92は俺あんまり欲しいと思ってないけど買っていいよ。こらえてくれこらえてくれ。クローラもいいんやけどな、俺あれがいいよね、その何なんてロッドエンドのさコルク、あ、これね、分離してない方が好きなの。なんかビームスはこんな感じで、ブリスト系の方はちょっとでかいようなイメージするよね。あるよね。そう。分かれとるやん、そっち。で、クローラも86と8、うん、何本やっけあれ。クローラは6フィート台と8フィート台と9フィート台があるんやけど。86やったかな。86とかやったっけ。うん、ローワーが83やろ。あ、そうか。忘れた。そうやったっけ。でもそんぐらいなんやけどさ、うん、86までは。そのストレートコルクなんよ。それ上行くとセパレートになる。急に行くとセパレートになるけん。セパレートのしかもこういうイボってなる。いやイボじゃない。イボはならん。イボじゃない。だけどセパレートの時点でちょっとねためらっとる。セパレートやなんや。俺そのストレートがいい。俺はセパレートでも全然好きよ。嫌いではないんやけど、そっちがあるんやったらそっちがいい。まあシンプルではあるよね。うん。そう。このリプラウトの78と90がね並んどるところが俺見れて今俺幸せよ。そうよ。これを見せてあげたい、これ。はい。ね。そう。これよ。か。いいね。蚊がおるんや。そう。うん、はい。なんでまあ僕はこの3本を使ってます。エルホリもあるけど。うん。もうなんかぶっちゃけ最近ダウスイとか投げんけんさ、あんまり。確かに、うん、だけどもうリプラウトで投げれる範囲のビッグウェイト 70g80g とかそこぐらいまででやりよる。じゃあ俺のエルフォリが天国に行った時にはそっちのエルフォリ使わせてや。いいで。一応車には積んどる、うんうん、っていう感じです。はい、はい。カルコンってさ、ビジュやばない？ビジュやばいよ、これ。ビジュやばいよね。完成されてるね。でカルコンにこのフィッシュマンのこのブランクスの色あるよね。うん、めっちゃ合うよね。めっちゃ合う。はい。以上。はいはい。はい、というわけで、はいマジで今回自慢しただけみたいになったんだけど大丈夫？いやでもベイトの差をこういうの使ってますっていうことによってやっぱりね、ベイトこれから始めたい人って分からんと思う、うん、何買ったらいいか。でもさ俺らフィッシュマンしか出してないけどさ、うん、フィッシュマンじゃない差を求めてる人は全然参考にならんのちゃう。だけど多分これ聞いてフィッシュマンになるんや。ああそうそうそう。いや俺触ったんよ他のメーカーとかも、うん、やっぱ調子がねフィッシュマンがやっぱ先が繊細やん、まあなんだかんだここが一番いいなと思って言ってしまうよね。島野のさ竿とかも俺結構触って比べたんやけど、うん、結局こっちが良かったっていうのでフィッシュマンしか揃ってないっていうのはやっぱ必然なんよ。なるほどね。そう。でも俺普通に島野のさ、うん、マジで手軽に始めるんやったら、うん、俺一番最初に始めた時ベイトシーバス、うん、島野さんのゾディアスから始めたんやけど、まあできる。まあまあまあね。でもより快適に、まあ、その所有感も含め、うん、ってなってきたらやっぱりねそれなりにお金出した方が断然に快適。断然。まあ最初やってみたいよっていう人はおすすめのゾディアスかな、ね、俺は。ゾディアスとかなんかいっぱいあるよね。うん、島野はやっぱでかい企業だけあって、スコーピオンとかでもいいと思うし。ああそうやね、うん、ちょっと硬かったよなスコーピオン俺的には。はい、はい、まあこのところよ、うん、これだけでも、この絵だけでも幸せやね。そうです。はい、はい、今日も帰ってくるくる回します。はい、はいはい、というわけで、我々が使ってるタックルはどんなんなのっていうのを一通り紹介しました。洗いざらい言いました。はい。で来週第3弾は投げてみるかな、うん、現場で実際ね、うん、どんな感じみたいな、うん、っていうのを考えております。はい、はい、なんで来週も広告期待、うん、実際にねいろんなルアー投げてみてこの竿いいよね、うん、どうだよねって言います言います。はい、はい、なので来週もまた見てください。はい、今週もご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。さよなら。はい、それでは今週もシーバスルアーラボフォトコンテストの当選者を発表します。イエーイ、はい、今週も素敵な写真届いております、はい、当選者を早速発表していきましょう、うん、今週のシーバスルアーラボフォトコンテストの当選者は大キッドさん、おめでとうございます。はい、送っていただいた素敵な写真見ていきましょう。こちらです、はい、素晴らしい、ね、まずはルアーラボメジャーご購入ありがとうございます。ありがとうございます、うん、これね次これね受注生産なんですよね、うん、また作る。そうします。まあまあちょっと検討やね。まあマジで本当に気が向いた時だけ作って売ってるっていうやつなんで、また販売することがあったらよろしくお願いしますね、はい、皆さん。これこのジグザグのこのカラー、このカラーのジグザグめっちゃ好きなの。わかるよ。わかる？うん、でこのシーバス腹やばない。やばい。コンディション良い。映えすぎやろ。そう。でさ、ちょっとジグザグに戻っていい？うん、いいよ。このジグザグさ、うん、このカラーさ、うん、絶対酸っぱいよね。味で言ったらね。絶対酸っぱいよね。うん、味で言ったらそうかもしれん。そう。だってチャートヘッドモヒーとかなんかやろ。うん。そりゃ酸っぱいよね。苦いかもしれん、もしかしたら。まあ、確かに。ちょっと、うん、はい。はい。とても素敵なお写真、お魚、はい、ありがとうございます。そんな大キッドさん、うん、こちらのオリジナルステッカーをプレゼントいたします。はい。はい。なんで楽しみにお待ちください。うん、はい。フォトコンテストは毎週やっております。はい、僕たちのインスタグラムもしくは X こちらをフォローしていただいて、うん、ハッシュタグシーバスルアーラボ、ね、カタカナでハッシュタグシーバスルアーラボをつけてルアーが映えるお写真を投稿するだけです。はい。はい。当選者には、我々から、DM をねお送りしますんで、うん、ぜひ参加してみてください、はい、月に1回は売買対象といってねルアーをねプレゼントする方も、選ばさせていただいております。はい、はい、5月の売買対象ルアーは一体何になるんでしょう。お楽しみに、まだ決めてないけど、まあ、来週ぐらいに発表しようかな、はい、うん、なんで、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。はい、はい、それでは今週はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。さよなら。